どうも渡辺カルです。今日は自分がどのお茶が好きなのか検証してみたいだと思います。僕はちょっと苦くて、苦いんで旨味があるお茶、緑茶が好きなんですけど、目隠ししてどれが何かわからない状態で飲んだ時にどれを選ぶのか検証してみたいと思います。じゃあ早速検証していきたいと思います。1個目お願いします。1個目、なんか飲んだことある感じやな。多いお茶かな。とりあえず2個目。そうだよ。ちょっと苦味あるな。ちょっととりあえず3個目。なんやろ、なんか表現力が幅広いこの子は。続いて4個目。なんか苦味が強いな。濃い茶かな。次。なんやろ、コクはあるけど変な雑味みたいなのが少ないかな。次。これはめちゃくちゃスッキリしてんな。次7本目。なんかさっきのやつに似てんな。さっきのやつちょっと苦味が足された感じかな。もう一回ちょっと1番から順番に飲みたいな。3、4、5、ちょっともう一回。なるほど。決まりました。僕が一番好きなのは4番です。結果発表！じゃあ目隠し外します。4番？この子？
ああ、やっぱ。おお、これいつも好んで買ってるやつ。すごいね。私の味覚は良かったよ。はいはい。色、あ、色全然違うな。なんかこの中におせこあっても気づかなさいの。結構これがおしっこに近い、こうあのビタミン C のサプリ取ったことある人やったら分かると思うけど、ビタミン C 取りすぎたらこうやって黄金色のおしっこが出ますよね。で緑茶は、緑茶をよく飲む人は年取ってから認知症のリスクが 50% 下がるっていう研究もあるから、もうみんな飲んだらいいと思います。テアニンも入ってるし。僕が一番好きなこれ4番は、これはネオハイヤーから出てるほがらかさ。ほがらかさはいつも飲んでるっけ、このパッケージのやついつも飲んでるけど、ほがらかさ、チャコチャ、ほがらかチャ